こんばんは。不幸にする親、ダンニューハースの方元にお話しします。第3章、有害なコントロールの仕組みはこうなっている。その中の典型的な12の手口とは、今回は11個目の手口、子供の頭を混乱させるについてです。手口の例は、1、はっきりしない規則を作る。2、意味がどちらにも取れることを言う。はっきりしない規則とか意味がどちらにも取れることを言う。例えば私が思ったのは、いいよっていう言葉、いいよって大丈夫だよっていう、いいよっていう意味にも取れるし、本当はダメだけど別にいいよっていう風にも取れるかもしれません。そうなると、その結果子供に起きる可能性、1. 自分の行動を後で後悔することが多くなる。親がいいよって言ったのを素直に、あ、いいんだ、OK なんだ、大丈夫なんだって思えるのではなく、親がいいよって言ったことを、あ、あれは本当はダメなことだったんだって自分の中で、言ってはいけないことを言ったんだ、やってはいけないことをしてしまったんだって自分で自分を責めてしまう。そういうようなことが起きる、子供の頭を混乱させる毒親の手口です。親が子供を混乱させているとは驚きではないですか？今日はこれで終わります。一日お疲れ様でした。漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美がお届けしました。チャンネル登録もよろしくお願いします。